工程上手抜きをしない、鋼にもすごいこだわりを持ってやっているので使い続けてます。もう商売店、ここの店始めてからもう最初の工場ですんで、これはもう30年くらいになります。戦時中とかそういう時代も続いてきたから、捨てる部分がないように作っていくというのは、ここ山形うちわ物の特徴なのかなって思います。この技術は途絶えたらもう復活しない。